ラジオネームセンターエビス、有吉さん、頭がお花畑な危険ドラッグ集団世界の終わりのボーカル深瀬が自身の誕生日にツイッターでこんなことをツイートしました。29歳になりました。今年こそ包茎が治ると信じてます。黙れビジネス包茎。羨ましいは別としてな、キャリーパンダムとかいう殺風景フェイスとやりまくってるやりちん野郎が包茎アピールしてもゲスナーは騙されないんだよ。包茎っていうのはな、選ばれし者にだけ与えられる称号なんだ。包茎の名を使って売名行為を行ったお前には我ら包茎軍の武闘派一の城を送り込むからな。お前みたいな貧弱者はちょちょいのちょいだ。包茎は正義、ズル向けは悪、包茎軍はこれからもビジネス包茎を買ってくぞ。おい、そこでくつろいでいるビジネス包茎ども、次はお前らのさ、包茎万歳、リバ包茎、包茎永遠なる。バカかよ。チンコの話題になると力ありますね。ラジオネームセンターエビス、有吉さん、頭がお花畑な危険ドラッグ集団世界の終わりのボーカル深瀬が自身の誕生日にツイッターでこんなことをツイートしました。29歳になりました。今年こそ包茎が治ると信じてます。黙れビジネス包茎。羨ましいは別としてな、キャリーパンダムとかいう殺風景フェイスとやりまくってるやりちん野郎が包茎アピールしてもゲスナーは騙されないんだよ。包茎って